十一月五日火曜日、川毛総合支所で川毛地域令和版営農会議が開かれました津市の農業は各地域で農家の高齢化や担い手不足耕作されていない有給農地の増加などの課題が増えていますこれらの課題を解決しようと 地域で活動している農地利用最適化推進委員や農業委員と農業共同組合、三重県津農林水産事務所、津市の5社が集まり、新しい時代の地域農業について話し合う令和版営農会議が10月から始まっています。川下地域では、11月5日に 1> 第1回目の会議が開かれました会議では、津市、三重県、農協の代表者が現在の取り組みや補助金などの制度の説明を行いましたその後、各委員から地域の住害やジャンボタニシによる被害の現状有給農地の水位などについて話がありました 出席者はお互いに情報交換したり隣接している地域の取り組みについて話を聞きながら川下地域ではどのような取り組みが有効かを考えていました市内の12の区域で開催される令和版営農会議は今後も定期的に開催され地域農業の課題解決のために話し合いが進められます